池田です。都市への人口集積のメカニズムを理論的に研究しています。大きな枠組みとしては2つあります。1つは理想化した空間の下で、人口がどのように集積するかを数学的に研究するものです。左に示すパターンは、分岐図を用いて明らかにした人口分布のパターンです。もう1つの研究は、左のパターンを用いることで、現実の都市の人口分布ではどのパターンが確定しているかを調べるものです。例えば、南ドイツの人口分布を解析すると、右に示すようなパターンが確定していることがわかります。以上が我々の研究の成果で、これらは都市性格を考える上でも重要な基礎的研究となっています。皆さんこんにちは、山川です。私たちの研究室では、数理的方法論を用いて、土木工学における材料や構造物の強度や安定性を評価する研究を行っています。材料の力学挙動を再現する数理モデルの開発や、送電鉄塔の損傷・崩壊シミュレーション、地盤改良工法の解析など、基礎理論の構築から工学的応用まで幅広い研究を行っています。強風や地震を受けた送電鉄塔の解析を行っています。改良台形態の違いによる地盤への影響を解析しています。また研究以外でもメンバー同士でキャッチボールやツーリングに行ったり、ライブや旅行に出かけたりと、メンバー間の仲もとても良いです。皆さんと共に学べる日を楽しみに待っております。以上、数理システム設計学研究室でした。